2015年にカルピーが発売したスナック菓子で、そのユニークな食感と形状が事なきとなりました。じゃがりこのルーツはもともとカルピーの社員が茹でたじゃがいもをスティック状にして食べやすくしたら美味しいのではないかというアイデアから始まりました。この発想開発者の家庭での料理体験が元になっており、その料理がヒントになって製品化されたのです。名前のじゃがりこは当時の社員が飼っていたペットのアルパカの名前リコに由来しています。じゃがいもを使ったスナックということで、じゃがと組み合わせてじゃがりこと名付けられました。じゃがりこはそのカリッとした食感が特徴で、スナックとしてだけでなく軽い食事代わりにもなるという点で幅広い世代に支持されています。またさまざまな期間限定フレーバーや地域限定商品も登場し、常に新しい楽しみ方が提供されているのも人気の理由です。この発想開発者の家庭で乗りこの発想名前のじゃがりこは当時の社員が飼っていたペットのアルパカの名前リコに由来しています。じゃがいもを使ったスナックということで、じゃがと組み合わせてじゃがりこと名付けられました。じゃがりこはそのカリッとした食感が特徴で、スナックとしてだけでなく軽い食事代わりにもなるという点で幅広い世代に支持されています。また様々な期間限定フレーバー地域限定商品も登場し、常に新しい楽しみ方が提供されているのも人気の理由です。